はい、朝ドラ大好き、こきたさんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、今日の3月9日の放送でですね、日向と五十嵐がなんと別れてしまうという驚愕の描写になっていました。はい、ということで、急遽ですね、日向が誰と将来結婚することになるのか考えたところ、3人が思い浮かびましたので、その辺を紹介していけたらなと思います。私の全くの妄想になっておりますね。はい、そして重要なネタバレも含んでいますので、その辺もご注意して見ていただければと思います。はい、それではよろしくお願いします。はい、まず候補1ですが、五十嵐文四郎のパターンですね。安子と稔、るいとジョーにそれぞれ離別の危機がありましたが、それを乗り越え結婚、そのパターンを継承すると考えると、一旦別れた2人が何かをきっかけによりが戻り結婚するパターンもあるのかなということです。はい、続いて候補2ですが、武藤蘭丸のパターンですね。リメイク版妖術七変化で見事左近役を勝ち取った武藤蘭丸ではないかということなんですけれども、五十嵐にしてみると武藤に負けたことで大部屋俳優を続けることになった、因縁の男でもあります。そんな相手に日向がなびくことは考えにくいかもしれませんね。五十嵐からすると一番日向に結婚してほしくない相手なのかもしれないです。しかしこの武藤蘭丸役を演じているのは青木宗隆さんというところで、ちょっと見方が変わってきます。どうやら脚本家藤本一樹さんの指名で出演が決まったものと思われます。なぜなら青木宗隆さんは藤本脚本の1本目の朝ドラ作品チリとテチンで準主役級を演じられております。ヒロインの夫つれづれ亭曹操役を演じているので、今回も何か重要な役割を持って出演していらっしゃるのではないかというところですね。はい、続いて候補3、はい、ビリーです。はい、日向の初恋相手ビリー、大人になったビリーはナレーターを務めている城田優さんが演じるのではと言われております。ビリーはルイとは父親の違う姉と弟の関係で、ルイの子ひなたとも血縁関係はありますが、民法で禁じられている直系血族または三親等内の傍系血族ではないことから、結婚はできるのでビリーのパターンもあるのかなと思いました。はい、皆さんはどう思われましたでしょうか。はい、3月9日放送の第90話で、一旦日向と五十嵐が別れてしまうという驚きの描写がありましたので、急遽日向は将来誰と結婚するのか、考察をしてみました。今までのパターンでいくと五十嵐とよりを戻して結婚ですね。そして松重豊さんもそうですが、藤本さん、脚本を担当されている藤本由紀さんに高く評価されていて、チリとテチンでも重要な役割を担っていた青木宗隆さんが演じる武藤蘭丸のパターンもあるのかもしれないです。そして初恋の相手と結ばれるというビリーと結婚するパターン、3つが思い浮かびました。はい、皆さんはどう思われましたか。コメントいただけると大変嬉しいです。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。こきたさんでした。